はい、皆さんどうもこんばんは。スーパーマリオ RPG 大好きお兄さん、飯でございます。本日、2022年3月9日をもちまして、任天堂から発売されたスーパーファミコン専用ソフト、スーパーマリオ RPG が発売して26周年となりました。パチパチパチ。パチパチパチ。いやー、めでたいですね。いやー、めでたいめでたい。本日は実写動画ではなくこのゆっくりボイスで、スーパーマリオ RPG を祝福していこうと思いますので、最後までどうぞよろしくお願いいたします。気づいたら、もう発売から26周年ですか。早いもんですねー。今でも色褪せることのない名作ですからねー。発売当初にプレイしてた人も、昔ちょっとでも触れたことがある人も、実況動画で見ていた動画勢の人も、まだ一回もプレイしたことがない人も、おすすめのロールプレイングゲームだと思っていますので、この動画をきっかけにプレイしていただきたいです。実はこのゲーム、Wii U のバーチャルコンソールからダウンロードすることができます。しかし、先月の16日に任天堂からとあるお知らせがありました。その内容とは、3DS、Wii U の任天堂 e ショップのサービスが終了してしまう発表でした。任天堂 e ショップとは、ネット回線を使って、任天堂や他社の昔懐かしいゲームをダウンロードできたり、新しいゲームの修正パッチや追加コンテンツなど、様々なコンテンツをダウンロードできるサービスのことです。そのサービスが、2023年3月下旬で、サービスを終了してしまうのです。これは、ゲームファンからするとかなりショックなことなんです。さらに、2022年8月30日で任天堂 e ショップ内で使えるポイント残高の追加ができなくなるので、皆さんはお早めにコンビニなどでプリペイドカードを買って、サービス終了のこの期間に様々なゲームを堪能してください。そこにはもちろんスーパーマリオ RPG も販売しております。もしよかったらご購入してぜひプレイしてみてください。販売価格は、税込みで、943円です。ゲームの内容や濃さなどを考えると、割とリーズナブルだと私は思います。せっかくなので、知らない方にもわかりやすくこのゲームの概要を少し説明したいと思います。任天堂公式ホームページを参照の上、説明いたしますと、マリオシリーズ初の RPG、仲間たちと一緒に冒険を繰り広げよう。このソフトは、1996年に発売されたスーパーファミコン用のアクション RPG です。当時のマリオシリーズの中では異色と言えるタイトルですが、マリオの世界を大きく膨らませて RPG ならではの楽しさをもう打ち出し、その後にも続くマリオの RPG シリーズの原点となりました。いつもマリオの前に立ちふさがる悪役といえば、クッパですが、今回のマリオは、クッパ城を乗っ取り、人々を苦しめる謎の敵たちと戦うことになります。果たして彼らの狙いは何なのか？そして、不思議なアイテム、スターピースが意味するものは、世界中の街やダンジョンを巡りながら、壮大な物語を楽しんでください、の、ようです。どうですか？公式のコメントだけでも、どんなゲームなのかワクワクしてきませんか？ここから、補足として、私スーパーマリオ RPG 大好きお兄さん、飯が、このゲームの魅力を、3つほどご紹介いたします。物語のネタバレなどは、極力避けるように言わせていただきます。スーパーマリオ RPG 大好きお兄さん、飯が思う魅力。一つ目は、操作できる仲間が増えるところです。ロールプレイングゲームの醍醐味の一つといえば、いろんなキャラクターを使って、攻撃をしたり防御したりする操作感だと思うんです。有名な RPG でも、ファイナルファンタジーやドラゴンクエストなど、キャラクターによって、使える攻撃や行動が変わっていってるのが、面白い特徴ですよね。実はこのスーパーマリオ RPG にも、マリオ以外のキャラクターも存在し、仲間として操作ができるわけなんです。誰が仲間になるかは言えませんが、キャラクターの個性がはっきり分かれていて、バトルの時の爽快感をすごく感じるような、面白い個性のあるプレイアブルキャラクターばかりなので、ぜひやってみてください。もしかしたら、クッパが仲間になるかも？スーパーマリオ RPG 大好きお兄さん。飯が思う魅力。二つ目は、要所要所に楽しいミニゲームがあるところです。このゲームには、メインシナリオ上で、強制的にやらされるミニゲームがあります。RPG がやりたいからそんな要素いらないよ。と思う方、いらっしゃると思いますが、そんなことなかれ、このゲームにあるミニゲームは、全部楽しいのです。2個ほどご紹介したいと思います。まず1つ目は、ワイン川下りゲームです。とある事態に陥ったマリオが、滝から落ちてしまい、ワイン川という川を渡っていくミニゲームです。このように、黄色いコインや緑のコインなどが出てくるので、それをできるだけ取っていくミニゲームです。コントローラーの B ボタンを押すことで、少しだけ上に泳ぐことができます。コインを取り逃さないように、頑張って連打しましょう。このように穴に入ることで、
特殊なムービーが流れるのも、このミニゲームの特徴です。マリオシリーズでは恒例のモンスターがいますね。テレサやプクプク、パタパタが踊っていますね。かわいい。あと、特殊な穴に入ると、アイテムなどももらえたりするので、デメリットの少ないミニゲームと言ってもいいかもしれませんね。あとは、ぜひプレイしてみて楽しんでください。以上、ワイン川下りゲームの説明でした。二つ目は、ブッキー坂ゲームです。いろいろありまして、謎の男にピーチがさらわれています。マリオはそいつを追いかけています。マリオの後ろにいる3体のモンスターは、前にいる謎の男の手下で、こいつらはマリオを追っかけてきます。ゲームが始まると、前から樽が転がってきます。この転がってきた樽にジャンプで乗り、謎の男に近づくと、フラワーを取得できます。このフラワーは、戦闘時に使えるマジックポイントの最大値を1、増やしてくれます。ちなみに、後ろの手下も追いかけてくるので、そいつらをジャンプで乗っかり、謎の男に近づくのも攻略の鍵だと思います。このミニゲーム、1回のプレイで大体2分弱あるので、その間に何個フラワーゲットできるか、頑張って楽しんでください。以上、ブッキー坂ゲームの説明でした。いかがだったでしょう？面白そうでしょ？今回紹介した2つのミニゲーム以外にも、面白いミニゲームがあるので、ぜひプレイしてみてください。スーパーマリオ RPG 大好きお兄さん、飯が思う魅力。3つ目は、RPG 初心者でもやりやすい難易度という点です。これに関しては、実際にプレイしてみないと実感できないと思いますが、例えば、このゲームには、復活ドリンクというアイテムがあります。このアイテムの効果は、味方1人を、HP 全開で復活させるというアイテムです。他のロールプレイングゲームでは、こんなアイテムは、物語の後半で出てくるか、そもそも存在しない、ということが多いのですが、スーパーマリオ RPG では、最初の街のアイテムやから普通に売っています。しかも、値段は破格の5コイン、低価格でしかも効果も強い、まさに RPG 初心者に優しい設計ですね。以上、私スーパーマリオ RPG 大好きお兄さん、飯が教えるこのゲームの魅力、3つでした。説明は不十分だったかもしれませんが、一人でも多くスーパーマリオ RPG の良さに気づいてくれると幸いです。説明が飛び飛びになってしまって申し訳ないですが、ぜひぜひ Wii U のバーチャルコンソールからダウンロード購入してください。現在 Wii U のバーチャルコンソールでの売上ランキングでは、全体で15位のようです。それくらい人気のゲームなので、もしよかったら買ってみてね。昔のゲームが今も売れて、任天堂さんが潤えば、それだけで嬉しいですね。ということで、今回の動画はここまででございます。スーパーマリオ RPG 発売26周年、本当におめでとう。この動画が良ければ、高評価、チャンネル登録を、どうぞ、お願いいたします。お相手は、スーパーマリオ RPG 大好きお兄さん、飯でした。バイバーイ。